フのイマーチンは日本の競争馬である。主な勝ち倉に福島品はステークスマーメイドステークス愛知杯札幌記念がある。馬名の由来はカンムリの一部。2008年12月27日、阪神のマイルの新馬戦でデビュー。この時は4着だった。年が明けて3歳になり、2009年1月の京都の未勝利戦で、 初勝利を挙げると、その後500万下条件戦を参戦し、2勝目を挙げたのは3月の阪神開催での500万下条件戦のことだった。その後、オークスの出走権をかけて、スイートピーステークスに出走したが、直線で粘り切れず4着に敗れ、オークスへの優先出走権は獲得できなかった。それでも、本番のオークスでは、抽選をくぐり抜けて出走できたものの、 エースは直線で失速し、11着と惨敗を喫した。オークス後、9月の札幌での同心スポーツ賞で3勝目を挙げたが、秋は脚部不安もあって出走できず、1年間の長期休養に入ることになる。1年の休養を経て、9月の札幌での大空特別で復帰したが3着に終わった。その後、千万した条件戦を参戦したが、一つも、 勝てずにこの年は終わっている。久しぶりの勝利を挙げたのは、年が明けて5歳になった1月の稲荷特別。実に1年3ヶ月ぶりの勝利だった。その後、田島ステークス6着を挟み、4月2日に、阪神で行われた、中山牝馬ステークスに、小林哲也とのコンビで、出走、14番人気と人気はなかったが2着と、構想した。 続く4月23日の新潟で行われた福島品バステークスでも9番人気と人気はなかったが直線で強烈な追い込みを決めて重賞を初制覇した。また、起乗した太宰圭介にとってもこれが嬉しい初重賞制覇となった。その後、ビクトリアマイルには出走せずに金社地賞に出走。金社地賞では6着に敗れたが続く。 マーメイドステークスでも追い込んで勝ち、重賞2勝目を挙げた。放牧後、秋は10月の府中品馬ステークスで復帰、この時は3着だった。そして、オークス以来の GI 挑戦となったエリザベス上杯では、直線で伸びきれず8着に敗れた。そして、12月のオグラで行われた愛知杯では、早めに前につけると直線で抜け出し、重賞3勝目を挙げた。 六歳初戦は東京新聞杯だったが4着に終わった。続く阪神品馬ステークスで後方から猛追して3着と構走し調子を上げてビクトリアマイルで池添健一とコンビを組んで出走したが全くいいところなく15着に敗れた。夏は休養せずに札幌へ遠征。クイーンステークスでは藤田真嗣が起乗したが後方追走も 直線で伸びず8着に敗れた。だが、太宰に乗り換わった札幌記念では、直線で鋭く伸び、ダークシャドウをハンバシン抑えて、重症4勝目をマークした。秋は、京都大賞点4着を経て、エリザベス上杯に出走。2番人気に支持されたが、直線で全く伸びず11着に敗れた。初戦の中山頻馬ステークスでは6着に敗れ。 半神品バステークスでも7着に終わった。そして、ビクトリアマイルのレース中で第4コーナーを回ったところで、右大肢関節脱臼を発症し、競争中止。診断の結果、予後不良と診断され、安楽死の措置が取られた。ありがとうございます。